ヨハン・シュレックは、ドイツの学者、イエズスカイ修道士、民末の中国に赴任した。西洋の科学技術を中国に伝えた、東日キ記図説録祭によって知られる。ラテン語化したヨアンネス・テレンティウス、またはヨハン・テレンツの名でも知られる。中国名は、東玉箱。シュレックは神聖ローマ帝国コンスタンツ市教領、ビンゲンに生まれた。フライブルク大学で学び、 1596年におそらく医学の修士を取得した。1600年からパリでフランソはビエトに協力した。1603年にビエトが没するとパドバ大学のガリレオ・ガリレイの門人になった。1610年から翌年にかけてローマに出てフェデリコ・チェジラの著名な学者と知り合った。1611年にはチェジが創立者であるアカデミア、 デイ・リン・チェイニー・アリレオと共に入会を許された。シュレックは、スペインの科学者、フランシス・コイル・ナンデスが残したヌエバイ・スパーニャの動植物百科事典の総工を編集する仕事を行ったが、この書物はシュレックの没後まで出版されなかった。シュレックは1611年11月にイエズス会に入会して、進学を学んだ。ニコラ・トリゴーがローマを訪れて中国宣教師を、 つると、シュレックは志願し、1618年にリスボンを出発した。1619年にマカオに到着したが、当時キリスト教は中国国内から排除されており、しばらくマカオから出られなかった。1621年に広州、1623年に北京に入り、歴法見直しの中心人物になった。1629年に、 女皇系が西洋の技術で改歴を行うことを進言し、それが正式に認められると、シュレックはガリレオに手紙を書いて助言を求めた。ガリレオから返事が来なかったため、今度はヨハネス・ケプラーに助言を求めた。ケプラーは細かい助言とともに彼のルドルフ票を送った。しかしシュレックは翌1630年に亡し、実際の改歴にはあまり関与しなかった。 解歴の仕事はアダム・シャールを中心として遂行された。アゴスティのラミエ・リノ1588年の書物と、聞き図説、東西聞き図説6歳は、西洋の科学技術を図解紹介した書物で、西洋の書物の記述をシュレックが口頭で説明し、それを大印が文章にした。図も本来は、西洋の書物にあったものを中国風に描き直したものである。 この書物は中国以外の国にも影響を及ぼした。朝鮮では七百九十四年の水原花城、建築時に、実学者の帝弱陽が、古今図書修正に収録されていた、聞き図説の記載をもとにして、居住器などの機械を設計したことがよく知られている。江戸時代の日本では禁書であったが、その一方で、徳川吉宗の時に、名家奏書が作られ、深見有林。 桂山義樹が和訳した聞き図説を収録している。ありがとうございます。